はあ、ワイもロシア生まれのイケメン白人でこの子と付き合ってる彼氏になりたかった。ロシア行くとモテるらしいな。本当かは知らんが、ブラジル行くとモテるのはガチ。腹紙インパクトの T シャツで草。ロシア人の女を日本人に斡旋する業者あったと思うからそれ試してみれば。そんな夢のような業者があるんか。何でもロシア人の男は酒ばっか飲んで不真面目だから日本人の生真面目な気質を好むロシア女が一定数いるらしいぞ。ロシア語で銀魂Cのツッコミしてくるかもしれんしな。って裏これ本当にロシア人か。なんか違う気がするんやが、画像とかで見るような可愛い子は一握りでその他大勢は微妙なんちゃうの。ロシア人は地域によってモンゴロイドの血が入ってるやついるし、そうでもないのも多いね。こいつら老いるのもむちゃくちゃ早いから賞味期限短すぎる。日本で生活してるロシア人は劣化しないぞ。割とマジで、仮に美しいロシア人女性と出会ったとして何を話せばええんや。詩でも歌えばええんか。